こんにちは、アルバート・アリスです。今日はですね、この本学徒の勝ち方、この本のですね、制作秘話、あと編集秘話というかな、これをこの本の出版社であり、制作者であり、編集者でもある、ノースビレッジの社長のですね、北里洋平さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくです。まず GACKT さんとの出会いっていうのはどういう感じであった？ GACKT さんとは、マレーシア行きの飛行機の中で偶然席が隣同士で、そこで着陸直前からこうちょっと話をして、どういうきっかけで、GACKT さんが隣にいるとは自分では認識していて、でも特に話すことなく普通にその飛行機機内でずっとお互い寝てたんですけど、最後その着陸直前でそこで起きて、で確かその前のマレーシア行き、その前の月も同じ便だったんですよ、で2回連続だったんで、この前の飛行機も一緒の便でしたねみたいな話から会話がスタートして、で GACKT さんの方から、マレーシアよく行くんですか、っていう話があって、毎月行くんですよと、で仕事ですか遊びですかって言われて、僕の場合なんかこう微妙なラインじゃないですか、半々ですかねみたいな、どんな仕事してるんですかっていう話から、出版社とか、リサイクルとか、あと C 社とか、そういうのを仕事にしてますっていう話をして、でちょうど僕の本の「わらあき」っていう本の田中清さんが漫画を書いてくださって、その原稿を受け取った翌日の便だったんですね、初めてのその漫画の原稿を自慢したくて、世界中の人に自慢したかったんで、学さん漫画とかって読まれたりしますっていう話をして、で僕は結構読むよっていうふうに言われて、初めは内心結構読むよとは言っても、僕すごい読むんで、と思いながらも、実はこれ見てくださいって携帯でその原稿の画像を見せたんですよ、じゃあ GACKT さんもそれを見て、もう一発で、これシャムの田中明夫さんじゃないですかって言われて、シャムとかボーダーのね、そう、で、一発で分かるんだと思って、シャムのまだ言えても、著者名まで言えるっていうのが、この人本当に読む人なんだと思って、で、そこから一通りその漫画の原稿自慢をして、そしたら GACKT さんがいやこれはいいね、羨ましいねみたいな話を言ってくれて、うわすごいいい人と思って、もう世界中の人に自慢したかったんで、それを受け入れてくれたことがすごい嬉しくて、でそこから話盛り上がって、マレーシアの入国審査とか荷物のところとか一緒に話をして、ご飯食べようよみたいな、彼がそうですね、で翌日かな、でご飯に行って、でそのままGACKTさん家に遊びに連れてってもらって、っていうのが出会いでしたね。GACKTさんっていうのは大体こうストイックでね、ちょっと近寄りがたいっていうイメージが強いじゃない、どうやって親しくなったの彼と。どうやって親しくなった、でも、GACKTさんってその人に対する好奇心というか、多分間口が広いんだと思うんですよね、逆にいろんなものを受け入れてくれるというか、こうしたから気に入ってもらったとかっていうよりも、特にしないよ、そうなんですよね、すごい気遣ってとか、こう仲良くなれるためにこういう風にしてとか、自慢振る舞ってっていうのはなく、普通になんか美味しいとこ食べに連れてってもらって、で GACKT さんの家に行ったら、そのポーカー、僕素人だったんですけど、僕ルールも知らないですけどっていう話をして、そっかって話だったんですけど、ネットで調べて、ちょっと素人で迷惑じゃなければ参加してもいいですかっていう話をして、全然いいよ教えるよみたいな話を言われて、で行ったら朝の5時、6時、7時ぐらいまですごい真剣に教えてくれて、一旦プレイしないで僕のカード見せてあげるから、なんで僕がこういう風にカードをこう打つかを考えながら見ててって解説するから、横に座って、そう、でゲームの途中にこうカードを見せてくれるんですよね、その場にテーブルに何人ぐらいいたのかな、6人ぐらいその GACKTさんの仲間の方々がいて、次のターンに僕は今これをレイズでこういうふうにするから、そしたら彼女は絶対降りると、でおそらく彼女の札はエースキングかエースクイーンどっちかで間違いないって言って、で実際GACKTさんがそれにレイズをして、でその女性の
方のターンになった時に降りたんですよ、うん、それまですごい強気で来てたのに、うん、降りてゲームがガクさんの勝ちになった時に彼女にガクさんがちょっと陽平くんの勉強のためにカード見せてあげてくれないかなって女性がパッと僕に見せてくれたんですね、うん、そしたらピッタシ当たってるんですよね。エースクイーンだったすごいなと思ってなんでわかんのっていう組み合わせなんていっぱいあるじゃないですか、うん、なんでそういうふうに思ったかっていうのをその初めのターンからそれぞれの人たちがどう立ち振る舞ってるかとか全部記憶してるんですよね、うん、女性ならではの性格とか、うん、そういったところから推測多分してんだと僕は分かんないですけどね、うん、でこんなことまで分かっちゃうの、うん、なんか朝までそんな感じでポーカーを教えてくれ て、うん、めちゃめちゃ面倒見がいいというか、うん、初めての人にもすごい優しい、うん、初めはねなんかすごい怖かったんですよ。怖いっていうか警戒するじゃないですか。学徒さん、あの学徒さんですよ。あれってポーカーとかなんか、うん、いいようにやられちゃうんじゃないかなとか、学徒さんの家とかなんか怖そうだなとか、うん、初めてなんかこう女子高生とかが男性になんかデートとか家に誘われる気持ちがわかるというか、ちょっと警戒して怖いけど行きたいみたいな、うん、なんかそんな感覚がなんか理解できたというか、うん、でもなんか怖いもの見たさで行ってみようと思ったら、うん、めっちゃ優しくて。うん、そう普通なんかそういうゲームとかって素人がそういう場にいると面倒くさいじゃないですか、うん、でもそういうの全く嫌がらずになんか丁寧に教えてくださって、でそこからですかね、なんかすごいマレーシアには毎月行ってて、うん、月1週間ぐらい行くんですけど、うん、そうするともうほぼもう学さんいらっしゃる時は毎日食事に誘ってくださって、うん、でいろんななんか美味しいもの毎回違うレストランに連れてってもらってっていうよ、うん、でそこでなんか仲良くなっていったって感じですね。なるほどね。でも学とはねめったやたらにそういうことを誰それ構わずやるとは思わないよね。じゃあ客観的に見てさ、自分の何に GACKT さんは興味を持ったと思う？なんか僕の場合ってその何かを一緒にやるっていうふうになるまで1年間ぐらいそういう遊び友達の期間があったんですね。ただ一緒にご飯を食べて遊ぶっていう、普段だったら一応出版社なんで著者を口説きに行きましょうみたいな、うん、そうするとそこで全力を尽くしてプロモートするよね。 その一発 そのもらった時間の中でどう気に入ってもらえるか、うん、どう一緒に仕事してしたいと思われるかみたいなところにある程度神経を注ぐんですけど、GACKT、うん、さんの場合は逆に完全に遊びから入ったので、うん、理解関係がそういう意味では全くない中で、うん、ただ食事をして一緒にポーカーしたりとか、うん、シーシャスったりとかっていう、もちろんビジネスの話とかはね、その食事の場とかでいろんな社長さんとかも来たりするので、うん、したりはするんですけど、あるタイミングで GACKT さんからなんか一緒に、まあ、店とかなんかビジネスをやらないかっていう誘いがあって、うん、でそこでふと我に返った、うん、そうだ俺出版社やってんだっていう、うん、本でしょっていう、うんうん、そう今までは本を出せるように著者を届きたいっていうんで行くケースが多かったんですけど、GACKT さんの場合逆に、うん、あじゃあ本やりましょうっていう自然に、うん、でいいよっていうような話からの、うん、じゃあちょっと僕一旦企画考えて、うん、次回出しますねみたいな、うん、だから逆に僕そのなんだろう、GACKT さんの例えばミュージシャンとしての活動をずっと追ってきたとか、うん、くどくたびにそういう勉強してきたわけでもないので、うん、その GACKT さんがどういう音楽を出してるかとかっていうのは全然知らなかったんですよね。その出版社と著者の関係でスタートしてないんで、うん、事前に全部の曲聴いとこうとか、うん、そういったものもしてなかったんですよ。大体しないしね、あなたね。すいませんでもねそういうのも受け入れてくれてて、うん、たまにその若い子たちがいっぱいいるときに、まあ、今となってその GACKT さんの本の編集したりしてるんで、うん、あじゃあ陽平さんはその GACKT さんのファンだったんですね、でどういう曲が好きなんですかとか、うん、すごい気まずいことを聞かれたりとかするんですよ、うん、どの曲が好きって言われたとき一番困るんですけど知らないもんね。すぐ GACKT さんが、うん、あ陽平くんは僕がミュージシャンやってること知らないからって、うん、言われてその話を打ち切ってくれるんですよ。いいね、なのでなんか、うん、そうですね、そういう意味では気楽に、でもなんか逆にいろんなものは勉強させてもらってるというか、GACKT さんって古き良き時代のすっごい怖い、うん、怖くて優しい不良の先輩みたいな、うん、なんかそんな印象で面倒見がすごいんですよね。なるほど、うん、厳しさもありながらも優しさもあるみたいな、そうそう